タブレットで操作をしてるんですか？そうです、これタブレットとあとは携帯アンドロイドでも iPhone でも基本的にアプリが取れる端末じゃないですか。アプリで動いてるんだ。そうなんです、アプリで。向く位置ですね、目の位置を変えることができます。目の位置、そうなんです。今向こう向いちゃってるんですけど、回転させるとこっち向いてくれます。かわいい。そうなんです。おで、あとはお好きなように動かしてもらう感じになりますね。さっき頭だけ動いてた。そうなんです、頭だけ動く機能がありまして、一応いろんな機能があるんですけど、まずこのチェックのボタンを押すと頭だけうんうんって動きます。もう一回やって。いきます。あ、本当だ。でこのバツを押すとやだやだっていう風に回転してくれます。近くに寄せたいんですけど。はいはい。彼も役だ。どうよ。ちょっと待ってくださいね。これ方向がですね、すぐ変わったりで。意外と難しいんですか。そうなんです。目線がですね、変わってしまうんですよ、すぐに。一度行ってください。えぐるぐる。あ、なんかなんか。これが？これがやだやだって体を振ってくれます。これを体を振ってくるんだ。そうなんです。これは？これはですね、なんかこうくるくる動いてくれるんですけど。これは？で、これは今四角の彼が描いた。投稿してくれてリスニングもできるんですか？で、一応リスニング機能というかメッセージ機能というのがあって、一応いろんなキャラクターがいるんですが、まあ、好きなキャラクターを選んでいただいて彼に移してあげると、彼の目線から動き出す、動いてとか、彼の目線から動なんていうんですかね、映し出したホログラムが出るようなシステムになってます。あ、で 音も聞こえてる。そうなんです、ここからこれが喋ってる音なんですけど、あ、音声が出るんだ。そうなんです。画像が見えるだけじゃなくて声があるんだね。そうなんです。録画ボタンっていうのを押してもらえると、今インカメラになってるんですが、今ここで撮った動画、これ今動画なんですけど、この動画を今ロードしてるので、ロードが終わると、この BB8 が今撮影した動画をここに映させてくれるような、すごいすごい機能になってるんです。で音声も一緒に録画できるので。そうなんです、今よく聞いてもらえると、今喋った動画が、の声が一緒に再生されてます。すごいね。動かすのと、このホログラムと、ホログラムあと一応パトロール機能というのがあるんですけど、勝手にそうなんです、基本的には勝手にビビート自身が動くような形になってまして、はい、で今アップデートが常にかかっているので、はい、今後多分アプリでいろんな、もっといろんなことができるようになってくるんですね。はい、3時間充電で1時間稼働って言いました。そうですね、一応1時間なんですけど、もうちょっと行くかなぐらいですね。1時間ちょいは動くようになってます。機能によっても多分違う、プログラムが多分充電が結構食ってしまうので、はい、一応いろんな機能が。
結局は動かすやつですか。そうです、これのドレモードっていうのが普通にアニメーター自身を動かすような機能になりますね。選んだキャラクターが